大沢温泉は岩手県花巻市の花巻温泉郷にある温泉。一軒宿の大沢温泉が存在する。ただし一軒宿といっても、新館である山水閣南部藩主の上宿であった菊水館当時場である自水部からなり、その規模は大きい。一軒宿の入り口には、あえだ三つおの書が看板となって存在する。自水部にある、 豊沢川沿いの混浴露天風呂、大沢の湯が有名である。平安時代初期に坂の上の田村麻呂が発見したと伝えられる。江戸時代には歴代の南部藩主も利用したと言われる。また宮沢賢治、高村光太郎らの文人もよく利用した。宮沢賢治は農学校の教員時代に生徒を連れて訪れたこともあった。高村光太郎はこの温泉を 本当の温泉の味がすると評した。毎年4月末に温泉地にて模様される。大沢温泉の金勢神社のご神体は、重さ150キログラム、長さ1.4メートルの欅の金勢様と呼ばれる、断根である。金勢神社は、大沢温泉の大久保山に鎮座しているが、当期間だけ温泉内の仮宮に、金勢様が移動されて安置されている。 大沢温泉金勢祭りは、金勢様が大久保山の本宮に戻る前に、金勢様を担いで練り歩き、最後に露天風呂に反転姿の女性たちが、入浴させて洗い清めるというもの。金勢様が入った温泉に入浴すると、縁結びや小宝に霊言があるとされている。なお、温泉は女院であるとされ、温泉が枯れないように断魂である、金勢様を祭っていると言われている。 そのため、東北地方には、大沢温泉のように金勢様を祀っている温泉が、多い。ありがとうございます。